シティオブ・ホルロイドは、オーストラリアにかつてあったニューサウスウェールズ州の地方公共団体。シティオブ・パラマッタの一部、オーバーアンシティと2016年5月12日、合併し、カンバーランドカウンシルとなった。シティオブ・ホルロイドの市役所が設けられているメリーランズは、シドニー中心業務地区から西 25km に位置している。市の北東部から南東部にかけては、 シティオブ・パラマッタ、市の北西部は、シティオブ・ブラックタウン、市の南部は、シティオブ・フェアフィールドと接する。シティオブ・ホルロイドは、以下のサバーブで構成されている。シティオブ・ホルロイドの議会は、12人によって構成される。任期は4年。選挙区は4つで、それぞれの選挙区から3人が選出される。市長は、選挙後、最初の議会で12人の議員から選出される。 最新の議会選挙は2012年9月8日に実施された。オーストラリア自由党が5議席、オーストラリア労働党が4議席、無所属が3議席を獲得した。市長はロスグローブ、サバーブス、ホルロイドカウンシル2012年11月25日、閲覧。ABC、ホルロイドシティカウンシルイーストアード。 ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月21日閲覧 ABC ホルロイドシティカウンシルノースワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月21日閲覧 ABC ホルロイドシティカウンシルサウスワード ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワイールズ2012年9月21日閲覧 ABC ホルロイドシティカウンシルウエストワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワイールズ2012年9月21日閲覧 AB ジャダーソションエリアスロスグローブエレクテッドメイヤーオブホルロイドカウンシル パラマタアドバタイザー、http://parramatta-advertser.wherilive.comau, i ニュースストーリーロスグローブエレクテッドメイヤー、オブホルロイドカウンシル、People、Council, 2012年9月26日、閲覧。ありがとうございます。